しれっとかって言った方がいいですか、バレずに。ありがとうございます。まあ1本目ね、2塁打打ってから、400まで、来れるとは思ってなかったですし、399からの400、まあ去年のシーズンの終わりからオフも挟みましたし、だいぶ時間がかかったなと、はい、まあ402塁打嬉しく思います。はい、本当に嬉しく思いますし、楽しみにね、待ってくれてたファンの方も大勢いらっしゃると思うんで、できればねホームでっていう気持ちもあったんですけど、はい、まあ1500本の時もね神宮でしたし、はい、まあでも本当に皆さんの、ね、応援のおかげでこうやって積み重ねてこれてるんで、これからもまた打ちたいなと思います。そうですね、まだまだね、試合も本当はあるんで、一個一個ね勝っていって必ず、クライマックスシリーズに行けるように、クライマックスに行けば日本一狙えるチャンスも出てきますから、そこはね僕らも全力出して、やっていきたいと思います。今日の試合をね、見に来てくれてよかったなと思ってもらえるような、そういうプレーをしていきたいと思いますので、ぜひ球場に来てください。